アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、老楽屋リチャです。令和5年5月28日、場所は神戸王子スタジアムにて、2023Xリーググリーンボールチャレンジジュニアトーナメント3回戦、大阪ガススカンクス対リードエフォートエールズの一戦が間もなく行われます。試合開始17時10分キックオフ予定です。すでに両チームサイドラインに陣取りまして、試合前の最終確認を行っております。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取っておりますのが、本日ホームチーム扱いとなりまして、カラーユニフォームイエローをまとっています大阪ガススカンクス。 X2 に所属しており、そしてその優勝候補の一角に配置されている強豪チームの一つです。2019年、かつては X2、X3 の間を行き来するドアマット的な存在になりつつありました。しかし一年発起した2019年、見事に全勝優勝しまして、 X2 においてその名を轟かせる存在になっております。以来常に優勝争いを演じるその強豪の一角として、今シーズンも再び優勝に返り咲かんとこの一戦に挑みます。対しまして反対側に陣取っておりますのがリードエフォートエールズです。本日はビジターチーム扱いとしてホワイトのユニフォームをまとっております。こちらのチームはできました年が2019年と非常に若く、 X に参戦した中では非常に新参チームという形になっておりますが、しかしその戦績は素晴らしく、常に優勝争いにありまして、現在も X にありますが、かつては優勝しましてあと一歩というところまで挑みました。その対戦相手は先ほど勝利しましたトライアクシスジェイサーズでした。しかしあわよくば優勝というその昇格というその一歩手前まで挑みながら、しかしそれをたどり着くことができなかった、新鋭ながらしかし強豪になろうとしているチームです。現在 X3 にはさらにその後に参戦してきた琉球ガーディアンライオンズ、さまざまなそれを駆逐戦とその力を補強してまいりまして、昨シーズンは X2 返り咲きを果たしました磯野スーパースターズ、それに代わりまして降格している X2 の強豪であったサイドワインダーズがひしめく非常に厳しい激戦区になりつつありますが、しかしその中にありましてその名を轟かせんとこの地に挑んでおります。現在 XE で唯一残っているチームでもあります。その両雄によります一戦が間もなく行われます。試合開始までしばらくお待ちください。審判団フィールドに入りまして、まもなく試合開始の時を迎えます。この対戦カードを単純に考えますと、 X2 のチームに対し X3 が挑むという形のある意味格の違う対戦のように見受けます。しかし先ほど申し上げました通り、リードエフォートエールズ X2 を脅かさんとするほど力を見せる状況になってきております。人数が少数精鋭ということもありまして、なかなかその点においての不安はありますが、しかし一騎当選の若者が揃っているというそういうチームでもあります。
それに相対します大阪スカンクス、この勢いを削ぐことができ見事勝利を挙げることができるでしょうか、はたまたそれをジャイアントキリングになすでしょうか。リードエフォートエルズ、令和5年5月28日、場所は神戸王子スタジアムにて、 2023X リーググリーンボールチャレンジジュニアトーナメント参加戦、大阪ガススカンク祭リードエフォートエルズの一戦が間もなく行われます。試合開始17時10分キックオフ予定です。これより両チームによりますコイントスが行われます。手前側に陣取っておりますのがホームチームとなります X2 所属の大阪ガススカンクス、対します反対側ビジターチームとなりホワイトのユニフォームを渡っておりますのが X3 所属のリードエフォートエルズです。早速チャット欄へのメッセージありがとうございます。カルロス様、エールズ応援しています。エールズに非常に心強いメッセージが入りました。エールズはこの期待に応えることができるでしょうか。前半リードエフォートエールズレシーブ、大阪ガスキックオフ、エールズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式形式で行われます。両チーム試合前のハドルときまして、まもなく試合開始の時となります。まずは大阪ガスのキックオフで試合開始となります。大阪ガスキックオフキッカーは22番の清家、対しましてエールズはリターナーを1枚としました。リターナーには19番のサコンが入ります。さあエールズリターンに入ります。これは大阪ガスナイスカバー、エールズ自陣20ヤードからの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し、攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはリードエフォートエールズの攻撃です。ボールオン自陣19ヤードからエールズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずは中央へのランプレー、ハンドオフをさせましてランニングバック22番に託して中央突破を図りました。これに応えまして22番見事4ヤードゲインとしています。何枠22番は山下、チームの代表であり創立者でもあります。そして かつて富士ゼロックス、ジェイスターズで活躍していた名選手でもあります。これによりましてエールズセカンドダウン6の状況に入ります。2回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離は6ヤード。さあここでオプションプレーを展開しました。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレー。ここはランニングバック34番に託しました。ピッチしまして受け取った34番、右オープン展開しまして攻撃権更新です。リードエフォートエールズファーストダウン、最初の攻撃開始点から10ヤードトータル超えましたので攻撃権更新となります。従いましてエールズ1回目の攻撃に戻りました。エールズボールオン自陣28ヤードからのファーストダウン10。さあまず順調に攻撃権更新を果たしたエールズ、このまま勢いに乗るでしょうか。大阪ガスこれを食い止めれるでしょうか。
ス成功、ファースト。今度はエールズクォーターバック4番、オフェンスが開始点より後方より一度だけできる前パスを展開しました。これをワイドレシーバー見事にキャッチしまして、トータル10ヤード突破しての一気に攻撃権更新です。リードエフォートエールズファースター、さらに陣地を押し返しまして自陣39ヤードの位置に入りました。リードエフォートエールズ自陣39ヤードからファーストダウン10、1回の攻撃続きます。今度は大阪ガスがナイスディフェンス。エールズランニングバック34番に託し、右オープンの展開を図りました。しかしこれは大阪ガス32番見事な上がりを見せまして、このランプレーロスノーゲイン阻止しております。素晴らしいタックルをしましたの大阪ガスの32番の寺島です。失礼いたしました、寺島と濁った発音になっております。エールズ自陣39ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃になります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。さあ再び中央ダウンプレー、今度は22番に託しましたが、しかしこれは大阪ガスの44番見事に対応しまして、このランプレー1ヤードのゲインにとどめています。エールズ22番は山下、そしてそれをタックルしました大阪ガス44番は小段。ご尊父そして兄弟ともにアメリカンフットボールという家系のサラブレッドプレイヤー、ここで活躍しています。エールズサードダウン9、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新の必要、距離は9ヤード。パス成功、再びクォーターバック4番ワイドレシーバー19番にパスを投じました。タックルは受けましたが、しかし見事攻撃権更新を果たしています。リードエフォートエールズファースター、競り合いながら見事キャッチしました。ワイドレシーバー19番はサコン。これによりエールズは相手陣に入りました。エールズ相手陣49ヤードからファーストダウン10。今度はクォーターバック自らキープ、ハンドオフフェイからそのまま中央突破し、一気に陣地挽回を図らんとします。約4ヤードのゲインとなっています。キープしましたクォーターバック4番は信弘。エールズ相手陣45ヤードからセカンドダウン6、2回目の攻撃です。攻撃権更新必要、距離は6ヤード。成功、クォーターバック4番右に展開したワイドレシーバー18番にパスを通しまして、約5ヤードのゲインとしています。ワイドレシーバー18番は加本。エールズ相手陣40ヤードにありましてのサードダウン残り1ヤード。さあこの1ヤードの攻防どのような結果になるでしょうか。さあ中央のランプキャリア22番、自らの体をねじ込むように前進を図りましたが、さあこの判定どうなるか。攻撃権更新です。リードエフォートエルズファースター。見事この1ヤードランニングバック22番、その体を使いまして攻撃権更新果たしました。エルズファースター。チーム代表創立者でもあります山下、素晴らしい体を張ったプレーによりまして攻撃権更新を獲得しています。エルズ相手陣39ヤードからのファースターダウン10。
成功。ヘイズ順調に攻撃を展開します。今度はワイドレシーバー87番にパスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。パスを取りました87番は福山。エールズ相手陣33ヤードに入りましてのセカンドダウン4。さあクォーターバック4番ハンドオフフェイクから自らキープ、見事にこの判断が成功しまして攻撃権更新です。リードエフォートエールズファースター。エールズここまで非常に着実にプレーを組み立てまして攻撃権更新を繰り返しております。また特徴的なのはできる限り制限時間内ギリギリまでそのプレーの展開を図りながら行っている点も非常に注目するところです。さあエールズ相手陣25ヤードからのファーストダウン10。ここは大阪が数分張ります。再びハンドオフオプションから QB4 番キープを図りましたがこれを大阪が数44番見事に対応しましてこのランプレーを阻止しました。素晴らしい対応しておりますのは大阪ガス44番の小田。エールズセカンドダウン10。パス成功。今度は外に展開したワイドレシーバー5番へのパスでした。5番ヒットを受けながらキャッチしまして約4ヤードのゲインとしています。取りましたワイドレシーバー5番は山下。ディフェンスライン登録の選手ですがここはタイトエンドとしてキャッチしております。エールズサードダウン7。さあ7ヤードの獲得をこの3回目の攻撃でできるでしょうか。大阪ガス阻止できるでしょうか。ここでホイッスル。チームタイムアウト。リードエフォートエールズ。ヘールズここで前半1回目のタイムアウトを使います。前半1回目です。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。エールズここは勘どころと見ましたか。ここで作戦タイムアウトを取りました。チャット内のメッセージありがとうございます。小井野様こちらもエールズのメッセージですね。そして配信ありがとうのメッセージも私自身非常に心強いです。0525様エールズ42番に期待ですというメッセージがありました。あ、41番ですね、41番小川選手注目しましょう。さあタイムアウトもまもなく解けまして試合再開となります。エールズ相手陣32ヤードからサードダウン7の状況に入ります。4番プレッシャーかわしてワイドレシーバー19番にパス。19番ヒットを受けながら見事キャッチしまして攻撃権更新です。リードエフォートエールズファースター。鮮やかにパスを投じましたクォーターバック4番は信弘。取りましたワイドレシーバー19番はサコンでした。
ヘイルズ相手陣14ヤードに入りましてのファーストダウン10。ここは大阪ガスがナイスディフェンス、ハンドオフオプションで、ハンドオフオプションで今度はランニングバック34番に託しました。しかしそのランプレーを大阪ガス13番見事対応しまして阻止しています。大阪ガス13番は安田、1ヤードロスを奪っています。ヘイルズ相手陣15ヤードからセカンドダウン11。ここでホイッスル、チームタイガーリードレポートエース。前半2回目ヘイルズ、ここで前半2回目のタイムアウトを使います。この攻撃シリーズで3回のうちの2つのタイムアウトを使いました。何としてもこの攻撃を生かさんとエールズ、あえてここはじっくり作戦を取るためのタイムアウトを消費しております。逆に言いますと大阪ガス、これをしのぐことによりまして状況打開が図れます。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。ヘイルズ相手陣15ヤードからセカンドダウン11。4番下がりましたがディフェンスを見ましてスクランブル、緊急発進のランプレーとしました。左オープンを展開し外へ出たかと思いましたが素晴らしいステップワークで中へ切り上がりまして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。ヘイルズこのシリーズ見事タッチダウンとし6点先制となりました。そしてタッチダウンとのワンプレートライフォーポイントに入ります。成功、1点追加、リードエフォートエールズ7点、大阪ガススカンクス0点、まずリードエフォートエールズが先制となりました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点パターンとしては自陣のエンドゾーンで倒されるセーフティー自殺点があります。セーフティーの得点は2点、従いまして得点パターンはワンプレーでは2点、3点、6点、7点、8点の5通りです。この足し算により得点が加算され引き分けが起こりにくい決着方式になっています。そして試合は先ほど得点を挙げたエールズのキックオフで試合開始となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側のキックオフで試合開始となります。大阪ガスリターンに入ります。リターンは右オープンを展開しまして突破を図りましたが外へ出まして自陣30ヤード付近からの攻撃という形に変わります。
ここで第1クォーター終了となります。第1クォーター終わりまして、大阪ガスサンクス0点リードエフォードエールズ7点、エールズがワンタッチダウンリードする形で第2クォーターに移ります。